こんにちは。今日は名前これ帽子編んでるんですけど、この帽子は可愛かったんでこの色違いを作ろうかなとか思ったりして、まあこれも買ってみてるんですよね、最初から。まあでもこれ1回編んでみて、ここ1本で編んでここ2本で編んでるんですけど、まあこの1本で編んだところのね、この硬さがすごいいいなと思ったんで、全部1本でまた帽子編もうとか思ったんですよ。でもね、ちょっとねバッグも編んでみようかなと思ったんですよね。でも編んでみようって思った時に、まあこれだけ一色、これだけ一色、これだけ一色っていうのにしては、まあちっちゃいバッグにしかならないなって思ったんで、まあせっかくなんでこの9玉、まあこれはね途中のものなんですけど、まあ1本で、まあ、分厚く編めるような編み方でバッグを作っていこうかなと思ったんですよね。でもこの色の入れ方ですっごい変になったりとかすると思うんで、まあ難しいのかなって思ったんですけど、まあこれを底にしてこれとこれでねボーダー作るとか、まあちょっといろいろ考えてやっていこうかなって思ってます。まあ結構ね今回は横長で、また持ち手はこういう風なタイプで、まあ腕とかにもかけれてっていう感じの、まあ、いつもの私が好きな持ち手を作っていこうかなって思っています。まあどうなるかわからないんですけど、ちょっとやっていこうと思います。はい、ちょっと考えてみたんですけど、こう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 って入れていこうと思ったんですけど、それだとこれとこれがぶつかっちゃうって思って、でまあ、そこだけこれにして編んだらって思った時にも考えたら、これでしましまかって思ったら上がぼやけるんで、まあ、これだけね結構濃い色なんですよね。だからこれを均等にバッグのところで入れていこうと思うんで、まあ、そうですね、今回はね底40センチ、まあ、だいぶ大きいですよね、40センチでやっていこうと思うんで、底をちょっとあ、そうですね、この焦げ茶で編む割合をすっごいちっちゃくして、でこれとこれはちょっとその倍ぐらいの太さで編んで、でまたこれでっていう感じね、これ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 みたいな感じで入れていったら、バランスよくこう遠目に見てもいい感じに見えるんじゃないかなと思って、で全体的にまあ今でも使えるし、結構長い間使える、秋とかね使えるバッグになるんじゃないかなと思って、ちょっとやっていこうと思います。で一番最初は鎖編み、全部ね今回は一本でやっていこうと思うんですよね。めちゃくちゃ時間かかると思うんですけどね、果てしないことをやり始めようとしてるんですけどね、私はねそういう意味でも帽子もね一本では編まなかったんですよ。でもやっぱりね帽子のこのポイントのところ、ここはねすっごいやっぱり可愛かったんで、まあ、ここももちろん可愛いんですけど、ここのね柔らかさがもうすごい最高でね、これでバッグだったらもうすっごいいいだろうなって思っちゃったんで、一本でめちゃくちゃ時間かかるんですけどやっていこうと思うんですよね。まあそこは丈夫にしたいんで、まあ、2本取りで始めて、まあ、そこって言っても本当のそこですね、もう側面になる時点で1本にはしていくんですけど、鎖編みのところだけって感じですね。で鎖編みを2重でやって、40センチになるところまで2重でやっていこうと思います。だからすぐねこの1本を外していくんですけど、でこういう風にね、で全体のこの細いところをこの表示通り、まあ表示通りやるのが一番いいのかなって思うし、そうですね、5号って書かれてるんで5号でやっていこうかなと思います。でまあ鎖編みもね、鎖編みのところだけなんで、まあ、入れにくい感じになるとは思うんですけど、2本で5号だからね、まあ5号で締める感じで、きつい感じでそこもやりたいんで、まあ、40センチになるまでこうやって鎖編みを作っていこうと思います。ではやっていきます。70 鎖編みしてきました。もう恐ろしいんですけど、まあね65ぐらいで、まあ、40ちょうどだったんですよね。
だからちょっと若干多めにしてます。まあ縮んでも、まあね、どういう感じで縮むのかもその分からないんですけど、まあちょっと大きめの方でちょっとやってみますね。で、立ち上がり一つ一応します。で、裏返して、ここじゃなくてここから一つずつ細編みをしていきます。まあここもずっと2本でやっていきますね。最初鎖編みだけって言ってたんですけど、まあここもしっかりしている方がいいかなと思って、こうやってね、っていうのよね。またね、ヘリンボーンクロッシェをやっていこうかなと思って、まあ、全体的に結構渋い感じの、まあ大人バッグですよね。大人可愛いバッグ。まあね、渋い柄だと結構ね長く使えると思うし、まあ、私も結構ねあの柄好きなんですよね。すっごい可愛いから。まあでも結構ね、あのだいぶ前とかにもね、動画でその編み方をあのご紹介した時も、なんか入れるところがねやっぱりめんどくさいみたいな感じのコメントもあったりして、まああると思うんですけどね、結構慣れるとね、あれですね、可愛いし、そうですね、いろいろ使えるんで、それもまたあの渋い柄が欲しい時ってねやっぱあるんですよね私は。なんで、まあ結構何でも慣れたらまあスイスイできるんじゃないかなと思って、まあ特にね裏側を拾っていくところがなんかめんどくさい感じではよく書かれてましたね。表はまだ割と拾いやすいで、まだねこれ硬い糸だから余計拾いにくいのかもしれないんですけど、もしかしたら。だからね、これみたいに大きいバッグ私はね編もうとしてるんですけど、まあここまで大きくしなくても、まあちっちゃいポーチとかでもね可愛いと思うんですよね。いろいろこうご自分でよく使うなっていうような大きさに置き換えていただいて編んでいただけるといいかなって思いますね。こうやってね最後まで一つずつ入れていきます。まあこの辺は一緒なんで、まあ飛ばしてもいいと思うんですけど、でね、ずっとここまで編っていきます。ずっとここまでやっていきます、はい、こんな感じで最後の方まで来ました。で、ここが一番最後ですね。ここまで入れて、まあ、これね編み始めてはいるんですけど、で、あとここに同じところにあと2つですね。これ全部でね、持ち手のところまで編めるかっていうのも全然わからないんですけど、まあ足りなかったら足りなかったでね、いろいろそこはまた考えてやっていくんで、こんな感じで。で、またここからは1個ずつですね、入れていきます。こうやって。で、ある程度のところまで巻き込んだら外して、やっていきますね。やっぱりね5号で編んでるから こっちは特にね入れにくかったりはするんですけど、だから同じようにやられる場合は編みにくかったら6号とかで無理せずやっていただければと思います。肩凝っちゃうんでね、やっぱ毛糸っていうのはふわふわしてるけど、まあ、こうやって私はきつく編みたいから、しっかり底をさせたいからこういう風にやってるんですよね、あえて5号で。でもなんか腕痛めちゃったらもう何もならないんで、こんな感じね。やっぱりちょっとでもね腕痛いな、これ痛めそうやなって思うようだったら号数を上げていただいてっていう感じ。大好きな編み物ができなくなっちゃったりとかしたらもう大変なんで、こんな感じでずっとね最後までやっていきます。できました。で、ここが一番最後ですね。ここに針を入れて、で、最後は同じところに2個入れます。あらら、ちょっとね、硬いから入れにくいんですけど、硬いっていうのはね毛糸みたいにふわっとしてないっていうことですね。毛糸よりは硬い。まあ見やすいのは見やすいですね、すごい。ってね、
で、大体二重で編むことをしないんで、普通は。それはそうですね、硬くなるのは。で、最初の細編みの玉に針を入れて、二重に編んでるから2つ取ってるかなってこう一回一回確認しないとですね。針を取って引き抜いて立ち上がり1つで、ここからはもうヘリンボーンクロシェ編んでいこうかなとも思うんですけど、まあまあいいと思うんですけどね。どうしましょうかね。まあここから編んでいこうかなと思います。まあ、これはどっちも同じぐらい残ってるんで、まあ、どっちは先に切ってもいいと思うんですけど、まあ、1個先切っときますね。まあ、ここから1本になるんで、こうやってここから1本で、5号でやっていきます。で、根元から細編みで始めようと思います。で、ここはもう外していって立ち上がりで巻き込んでいこうかなと思います。細編みで、細編みしたらこの左のところすくって、ここですね。で、こう3つ引っ掛けて、こう結構なんかこういうの出ちゃってますね。まあ、これはまたいいかなって思うんで、このままいきますね。そんなに大きくは破れてないんで、まあ、こういうの出てきちゃいますよね。結構破ったんですけど、で、一番左こうやって、その次の細編みに針を入れて3つ引っ掛ける。で、また一番左で、その次の細編みの頭で、こうやってこうですね、こうこうこう、これでずっと一緒やっていこうと思います。こんな感じで最後の方まで来ました。まあ、ここもずっとこうやって拾っていきますよね。こうやって拾っていって、まあね、マーカーつけてみました。まあね、マーカーつけるのもめんどくさくて、いつもつけなかったりするんですけど、やっぱりマーカーある方がさっと入れれて、迷わなくて時間にも短縮できると思うんで、当たり前の話してるんですけど、また。で、ここが一番最後ですよね。ここは引き抜きなんで、なので、メッセージ的にはここが一番最後なので、ここに針を入れてこの段終わりますね。で、最初の細編みの頭にマーカーしてます。で、ここに針を入れて、結構皆さんの普通が私の普通でなかったり、まあ私の普通が皆さんの普通でなかったり、あ、ちょっとまたね、鼻声で、ね、こうやって裏返して、で、この表を見た時に、まあ、ここは引き抜きなんで違うなってなるんで、ここからですよね。まあ、こんな感じで取っていったらいいんじゃないかなって思うんですよね。だから最後はここの根元までやりますね。帽子編んだ時は、まあ、何確実にそれを言ってなかったんですけど、まあ冷静に考えればそういうことですよね。ここにまずね、細編みから始めるんですよね、私。で、手前が裏なんですよね。こういう風に見ると、ここが出てるのが裏っていうので置いてるんですよね、一応これ。で、裏にこれが当たるように巻き込んでいきます。まあ、ちょっとしたことなんですけど、私は全然違うと思っていて、こっちに巻き込んでいくと、なんかね、特に色が違うものはビシッと横に出たりとかする場合もあるんですよね。あ、でもこの場合はね、ヘリボンクロシェの時はここの立ち上がりで巻き込みますね。外します。で、だから細編みのところから外すんで、もうここ外してますね。外して、ここじゃなくて、ここ細編みしてから、この
まあ、細編みのここにね、まあ、マーカーしといてもいいですよね。まあ、こうやりにくいのかもしれないですけど。で、この裏を次は取っていきます。裏のここですね、まあ、こういう風にね取りにくかったりするんで、ちょっと引き気味にやるといいのかなと思います。で、後ろからこう引っ張ってきてこうですね。で、またこうやってね、こっちをこういう風に持ってくると取りやすいのかもしれないですね。ここは浮くんで、で、浮いた状態で今度こうですね、ここに入れて引き抜いて、3本かかってるのを確認して引き抜く、一気に引き抜く。で、またこれをこう倒して、この一番左側の後ろから取って、で、後ろから次の細編みの頭に針を入れて、で、ここでまた引き抜いてっていう繰り返しをこの段をやっていきます。今裏を見て編んでいきます。編んでいってますね。こう倒して、一番左のここで、その今入ってる次の目を後ろから拾います。で、こう引いて3つ一気に引き抜きます。これをずっと一周やっていきます。はい、こんな感じで一周やってきました。で、一周やってきて、一番最後は、まあ、ここが一番最初なので、まあ、こう見てここかなって思うんですね、ここで、こう入れてみて、こう見ると引き抜きのところに来てるんで、ここだなって思うんで、ここが一番最後ですね。こういう風に見ていくと分かりやすいですね。ヘリンボーンクレオッシェのこのコースタニアムやり方で、このね、立ち上がりしていく時も全部ね、こっちが裏なんですよね、私決めてるんで、裏に全部こう行くようにこうしますね。で、こう引き抜いて、立ち上がり一つで裏返して、まあね、マーカーが必要な方はマーカーをずっとねつけていく方がいいのかなって思いますね。で、次入れるところは、まあね、見にくいんですよね。まあ、最後の入れたとこですね。これ引き抜きだから違うと思うんで、その次。だから、細編みでこう、オーガニャンでいくときと同じですね。ここじゃなくて、ここっていう感じで、こう入れてみて、一番最後の引き抜きじゃないところ、入れるべきとこですね、これ。ここから細編みを。まあ、ここでね、色を変えようかな。今1つヘリンボーンクロッシェ、これでね、2段でこう1つの柄なんですよね。だから、ここでね、これを入れていこうかなと思います。まあね、それじゃなくてもね、この入れるところが分かりにくくてっていう上に、こう色も変えてっていうのはね、ちょっとめんどくさいのかもしれないんですけど、これでね、こう後ろから取ってこう来ましたよね。で、こう引っ掛けた状態で、最後の段階、一番最後の段階でここに糸を入れて引き抜いて色を変えますね。で、この状態で、まあ、この2つを巻き込んで、で、最初の細編みここなので、ここに針を入れて、で、これもこっち持ってきて、これもこっち持ってきて、これもこっち持ってくる。で、ちょっと軽く引っ張っておきますね。緩んでるんで。で、こう押さえといて引き抜くとやりやすいかなって思います。で、引き抜いて立ち上がり一つ、ここでまたね、緩んでるものをこう締めるっていうかね、こう軽く引っ張ってあげるといいかなって思います。で、裏返して、ここじゃなくてここから
まあ、最後の細編みですね、引き抜きのとこに入ってないんでここだなと思って、でここから細編みをまた始めて、まあ、色を変えてまたねヘリンボーンクロッシェをねまたひたすらやっていきます。でこの何ていうんですか、焦げ茶じゃない色のあと2つはそうですね、ここで2段してるんで4段編んで、でまた茶色を2段してっていう感じでやっていこうかなと思います。2段1つセットなんで、なのでここで4段編んでいきます。こうやってね、まあ、必ず最初の柄1段目は細編み1つで始まってこういう感じですね、表にこう針を引っ掛けて表の細編みの頭に針を引っ掛けて3つ取ってっていう感じですね。で2段目を裏側拾ってっていう感じでずっとやっていきます。まあ、1本でやった方があれかな、色がやっぱりちゃんと出るのかな、段染めってね、なんか2本で編んでちょっともったいないことしたかなっていうところもちょっとあって、せっかくのね段染めがこうやってね1本で編むことで、まあしっかりこう薄い中でもしっかりこう色が分かれて出てくるんで、まあ、こっちの方がこの段染めを生かしてあげれるのかなとかね、いろいろ思ったりしてますよね。もっと濃いめのね段染めの糸だともっと分かりやすいのかもしれないですけど、薄い色でもこれだけ違うからね、うん、ちょっと段染めの良さを殺してたかなまあでもそれもやってみてですよね。でもあの帽子はすごいね可愛いからまあ、使おうと思うんですよね。でまた飽きたらまたちょっとまたアレンジして別の柄に編むかとかね、いろいろやろうと思うんですよ。やっぱりいい糸なんで何回もこう使いたい感じですね。まあ柄を変えると気分が変わるんで、でまた違う色を入れたりとかしてね、私は結構ねそうやって楽しんでます。なんかお子さんに編んであげるとかいうのもね、そういう風にされると、まあ、結構ね値段はいいものなんですけど、ずっと長くね飽きずに使っていけるんで、そうですね、まあ、全然なんかね新しい色を入れなくても柄を変えるだけで十分楽しめるんで、もう何年も何年もいけますね。糸がちびない限りね。私はね、結構、なんていうんですかね、アミヨンでも、こう雑に扱ったりするから、結構ね、ちびてきたりとかするんですけど、まあ、ちびった時は、その新しい糸で、そのちびたものを、巻き込んでっていうやり方もしたりするし、ですね。やっぱりなんか、100均のものだと、まあ、ちびたら次また編み直したらいいかなっていう感じで考えてるんですけど、まあね、それも使い切るって感じですね。100均でもちびるまではまた編み直したりとかもする場合もあるし、こんな感じでやってます。だってずっとね4段やって、でまたこの2段挟んでっていう感じで、ある程度のとこまで、そうですね、編んでいこうかなと思います。この時点はすっごい可愛いんですけどこれでね帽子を編みたいっていう気持ちがお分かりいただけたかなって思うんですけどね、めっちゃ可愛いですよね。これで帽子編んだら、こんな帽子ありますよね。まあこんな感じでちょっと作っていこうかなと思います。なんかこういったとこが来るんですよね。私はこういった時はまあここではね切らずにこんな感じで二重にして、でいつも通りこう入れるじゃないですか、入れてでこう巻き込んでこうするんですよね。一応止めといて
で、この時点でちょっと切って巻き込んでいこうかなと思います。この1本ずつ巻き込んでいこうかなって思いますね。まあふわっとした編み地なんで、まあここがね立ち上がりのところだったら立ち上がりで巻き込んでいくんですけど、まあないので、まあ、このまま巻き込んでいこうかなと思います。これで次こうですね、ちょっとやりにくいんですけどね、こういう風に巻き込んで編んでいこうかなと思います。こんな感じでね、でこう巻き込んで引き抜いて3本一緒に引き抜く、こんな感じで止まっていくんで、まあ、2本一緒にやっていいと思うんですけど、まあ、ちょっと響くかなと思って1本ずつ、これはね次の段で巻き込んでいきますね。こんな感じでやってます。ではやっていきます。こんな感じでツーッと編んできて、で最初思ってたのとちょっと違うようにしてみましたね。まあ、4段編んで、で4段あ2段編んで4段この緑っていうのかな、この色をまた4段ってしようと思ったんですけど、あまり今ねこれを4段編むことで、なんて言うんですかね、なんか私は想像する感じとはねなんか違った感じになるのかなって思ったんで、まあね、こういうね4だったらもう4って決めてやるんではなくて、まあなんて言うんですかね、いろいろここ1、ここはたまたま1緑を編んでるんですけど、まあ、上のところでは3とかね、まあ結構こうバラバラにする方が、まあ、まとまるのかなって思って、どうですかね、まあ、結構そういうこともするんですよね私。ボーダーってまあかっちりした感じになるじゃないですか。なのでそういうのがあんまり私は好きじゃないんで、まあ、この茶色もねここ2個できてますけど、次1入れたりとか、まあそうですね4入れてもいいと思うんですよね。だからバランスをこう一回一回見ながらこの段数を決めていこうかなと思ってるんですよね。あ、伝わりますかね。なんか前にっていうかね、動画のあっちこっちでそういうのもやってるんですけど、なんか結構そういう方が全体的にまとまったりとかする場合もあるんで、まあ、こうやってね全然違うタイプの糸を組み合わせるんで、まあこうかっちりした方が難しいと思うんですよね私は。なのでまあここ4段この色でやってても、上は3段とか1段とかね編んでも面白いと思うんですよね。なんかそういう感じで進めていけたらなって思っています。まあ今日はねこの辺でちょっと終わろうかなと思って、まだめちゃくちゃもう今の時点で動画が長くなっちゃってるんで、まあ、ちなみにすごいこんなくにゃくにゃでね、もうすごい理想通りのものができるんじゃないかなと思って、まあ、ワクワクしながら編んでますでもねかなりここまで編んだっていうのもね、まあ、こんなに編んじゃったとかっていう感じなんですよね。なんかもう一回最初から編みたいっていうぐらいワクワクしてて、こんな感じでねめっちゃ楽しいんですよねこの糸、サクサク編めるから。なんかね動画のあっちこっちで、まあ、こういうの硬いとかっていうのは、まあ、毛糸と比べて硬いっていう意味ですねこういう、まだ比べるのもねどうかと思うんですけど、まあ、割とね滑りがいいので針の編みやすいですね、まあ、結構人気な糸ですもんねこれ。こんな感じで、まあ、ちょっとねどういう感じに仕上がるか私も楽しみなんで、まあ、ワクワクしながらちょっとずつ進めていこうかなと思っています。まあ、こういう感じでペンケースとかでもいいですよねファスナーつけたりとかして、夏らしいし秋とか、まあ、年中使えると思うんですよね。今って素材とかそういうの関係なしで年中使ったりとかするじゃないですか。まあ麻紐とかも年中使える時代になったしこんな感じでね、何か一つでも参考にしていただけるものがあればなって思います。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。